演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら。こちらファミリーマートの中華ちまきを食べたいと思います。ちまきは以前高校一の高麗食べたことあるんですが、コンビニで食べられる食べるちまきって珍しいですね。どんな感じなんだろう。おお、ちょっと熱ちょっと中身見せたいんですけど熱くて、もうこのままいきます。ではいただきます。湯葉ももち米ももっちりとしていて弾力があって美味しく、その中にある鶏肉がぶにょんぶにょんといい食感を出していて、また変化を出していたのが良かったですね。量はちょっと少なめですけど、コンビニでこれが買い目られるなら本当満足ですね。というわけでこちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。